祭り、楽しいです。四季君、明石さんのたこ焼きはいかがですか？すごく美味しいと聞きましたよ。うん、今日は重要なタスクはありませんと。四季君、これで思いっきりお祭りを楽しめそうですよ。身体検査ですか？しまった。お祭りで食べ過ぎちゃ。なんでもありません。ジャベリンちゃんたちも呼びましょう。きっともっと楽しくなりますから。お祭りも楽しいですし、やっぱり獣王はいい場所ですね。美味しいものがいっぱいありますから。あそこの屋台も美味しそう。食べすぎ？四季君、意地悪ですよ。これが浴衣ですね。くるっとして、かわいい感じ。四季君？こうして、特別な衣装を着付けてもらって、四季君と一緒に、お祭りを楽しんで、なんだかジュノーが、世界で一番幸せな子みたいに思います。